ございます。本日は4月の14日金曜日でございます。ここは函館本線の函館駅、この下のあたりはですね、現在では朝の5時30分ぐらいから夜の0時30分ぐらいまで開放されている、まあ、普通の駅の営業時間と同じでございますが、かつては午前3時から午前3時50分の間、その50分間を除いてはいつでも開放されている、ほぼ24時間営業の駅でございました。私も高校時代にはですね、本当に北海道を放浪しておりまして、函館駅にはね、大変よくお世話になったものでございます。どういうことかと申します、まあ、ここにいればとりあえず雨風をしのげるというわけで、列車の待合という名目でですね、長い間使わせておりいただいておりました。また駅員さんによってはね、ちょっと空いている時期なんかは少し目配せといいますか、まあ簡単に合図なんかしておきますとね、ベンチなので、まあ軽く横になっても見逃してくれる、というか駅の中がそういう人ばっかりになっていたりとか、そのようなこともあったことでございます。ただそれもですね、2016年に北海道新幹線が開業して、夜行の急行列車などを全て廃止をされまして、また北海道内のその函館駅関係なく北海道内でもね、様々な普通列車、それから赤字対策で削減ということになりましたから、北海道を今現在鉄道で放浪するような、そのような旅はね、現在ではほぼ不可能になりつつあります。昨年まではそうですね、一応は東日本北海道パスで大変安い切符を使うことによってですね、国鉄時代から長く続いていたリュックサックを背負って北海道の中を放浪して鉄道で回る旅、これはいわゆるそのような旅行をする人をカニ族と呼んだりもしたんですが、そのような旅行スタイルをですね、50年間程度ずっと長きにわたって継続することができました。ただもう現在になりますとね、そのようなこともほぼ不可能でございます。まあ私の世代がですね、本当にカニ族としては最後のその一握りといいますか、その世代になってしまったんではないかという感じですね。現在ではもう北海道内は特急列車などうまく活用しまして、乗り継ぎダイヤをですね、うまく見て乗り継いでいく、そのような旅をすることしかできません。まあ現在の北海道もね、魅力はちっとも失われてはおりませんけれども、そうは申しましてもね、函館駅のこのホームのところで下でござなんかを敷いてね、新聞紙が敷いて、おじさんたちと一緒になって焼き鳥をこのようにね、食べて夜行の急行列車を待つために午前3時ぐらいまでずっと座っているとか、そのようなことがね、私はその時が一番楽しかったですね。まあ、今もその時ほどではないにしろ北海道の旅はね、楽しいものです。では本日もどうぞよろしくお願いいたします。では本日の予定をまた簡単にご説明を申し上げます。ただいまおりますのはこの北海道の一番南、函館駅でございます。まあ一番南、正確には違うんですけど函館駅でございますが、本日はここは寄り道先でございますから、まず新函館北斗駅まで戻りまして、ここからまずは函館本線で新山経由いたしまして大沼駅からは函館線、まあ2つに分かれているんですが、まあこの手前でも分かれている、ここでまた2つに分かれます。これは遠回りルートを採用して森駅、そこからまた北上いたしまして、本日の目的地は函館本線の長万部駅でございます。ただし途中で何箇所かですね、ちょっと経路から外れて大沼公園ですとか、まあ、訪れますし、また長万部からは最終的には一つお隣の中野沢駅に戻ることになります。予兆はまた長万部駅からスタートいたしますので、今回の終点も長万部というふうにしております。では本日もどうぞよろしくお願いいたします。なお私先ほどねご紹介いたしました、先ほどって昨日の夜か、焼き鳥弁当で有名な長谷川ストア、そこに行って早速焼き鳥を買ってまいりました。ただ焼き鳥弁当ってね、弁当で1個になってるんですけど、実は同じ量のご飯と同じ量の焼き鳥を買うと、弁当で買うよりなんか50円安くなるんですね。それなんでだか分からないんですけど、容器代なんでしょうかね、専用の容器には入ってはおりませんが、そういうわけですから、ね、ちょっと裏技なんか使いまして、もう用意しました。これ乗ったらばすぐにね、口に運ぶことにいたします。トマトマイ南千歳新札幌終着札幌です。札幌行き特別急行スーパーポッド11号が発車いたします。
館本線の大沼公園の駅に到着でございます。この駅はですね、最長往復のルートからは外れております。少々説明が難解ですのでね、この図を用いて説明申し上げますが、函館本線は何箇所かで分岐がございます。この七重駅、それからその先のこの大沼駅、それぞれで函館本線が二手に分かれ、またその先で合流をすると、そんなルートになっております。ですから、そうするとやはり最長のルートを選ばなければならない。北海道新幹線で昨日は新函館北斗駅に到着しました。そこからまず大沼駅までの分岐点、どのように行くか、これはね、このように行くわけでございます。こういった方が実際にはね、距離は長いのですが、 JR のこのルールに従いますと、このような切符はですね、買えないということになりますので、そういたします。ここはもうこれ以外のルートは存在いたしません。次に大沼から森まではですね、こちらのこの駒ヶ岳、失礼、渡島佐原駅、これを経由したルートの方がだいぶ長くなりますので、このルートを採用することはできないということになります。ですからここで一応ですね、途中下車をした扱い、ここの区間はまた別に乗車券を購入いたしまして、それからまたこのようにですね、後でこの大沼駅に戻って森駅を目指すと、そのようなことになります。少々難しゅうございますが、これでお分かりいただけましたでしょうか。大沼公園駅で降りて行く場所といえば、もうただ一つ大沼公園に行く以外にね、もうこれは考えられません。で、早速もう今ね、歩いて向かっております。駅から徒歩5分というね、最高のアクセスでございます。列車からもその美しい景色は一部は見られますが、そうは言ってもやはりですね、降りなければここの真の美しさというのは感じることはできません。もう本日もですね、私の前方には広がっておりますけど、一番よく見えるところまで着きましたらね、皆様にお見せすることにいたしますから。はい、では到着いたしましたから、どうぞご覧ください。道南地区随一の景勝地であり、また新日本三景の中の一つでもございます。大沼国定公園はここでございます。美しく広々とした湖、そしてただいま雪化粧をしております、少し白くかぶったこの駒ヶ岳、この美しさというのはですね、やはりこれに勝る景色はなかなか北海道の中でも見つけることはできません。ただこれにね、匹敵するような景色、これほどの美しい景色というのは私も数々知っておりますし、この旅でもね、またいろいろとご紹介できたらというふうに思っております。なんだかんだ言って歴史解説ですとか名所旧跡とかよりもですね、こういう場所の方が分かりやすい、これはもう私も実感していることでございまして、こういう感覚的な観光というのね、最近はしばらくしておりませんでしたから、こんな、ね、ものをどんどんとやっていきたいものでございます。大沼はどのような時期に来ても美しいところでございます。今はね、確かにこの周りの植物はみんな落葉樹でございますから、ほとんど、緑は見えませんけれども、しかしながらその代わりに後ろの駒ヶ岳はこのように美しい雪化粧をしてくれるわけでございます。あの雪が溶ける頃になりますと、もうこの辺り一帯は緑に覆われておりますから、どちらもやはり美しい、年に2回といいますか、2つの時期をですね、やはり私も訪れるべきだと思います。先日も袋田の滝を訪れましたが、それと同じような感覚でございますね。ただ秋の時期の紅葉というのは私は見たことがないのですが、それもまた美しいんでございましょうか。ぜひまたですね、訪れてみたいものでございます。何年か前になりますが、北海道では狙った鯉の落とし方と、そのようなタイトルのですね、これはあくまで和訳ですけれども、このタイトルの映画が大流行いたしまして、そのロケ地に北海道が用いられたそうでございます。それから中国人観光客の中では、もう北海道というのは大変憧れの場所となりまして、連日大勢の中国人観光客で様々な観光地は賑わっております。この大沼公園でも四方八方から聞こえるのは中国語ばかりで、日本語というのはもうほとんど聞くことはできません。ただその代わりですね、その代わりといいますか、それだけ外国から大勢の方が来てくださるというのは大変誇らしいことであります。しかも日本人の観光客はね、だからといって中国人の方が多いから日本人の観光客が少なくなるということではありませんから、この北海道の著名な観光地、これは現在では中国人の皆様のそのね、ご来訪によってもうこううまく円滑に回っていると言っても過言ではないかもしれません。ぜひともですね、これからも大勢の方、北海道にお越しいただきたいものです。数が多くてまた文化が違いますのでね、少々それがまたいろいろと問題を生んでいるということも少なからずあるようではございますが、しかし私が出会った中国人の、北海道のね、訪問している中国人の観光客の皆様、みんなね、本当に親切で、少なくとも悪い人はいません。文化が違うということはありますが、悪気があってやってることではありませんのでね、そのぐらいの少しの差というのは日本人我々も許容すべきなのではないかなというふうに私個人的には考えております。私のお墓の前で泣かないでください、とこういうね、歌もあるわけでございますが、ね、あんまり上手くないんで、もう最近なかなか人前で歌わないことにしたんですけど、やっております。
この千の風になってという有名な曲はですね、この大沼公園が発祥のようでございます。これどういうわけでここが発祥となったのか分からないです。まあここで思いついたってことなんでしょうかね。あの曲はどこかの戦地とかそういうものをイメージしているというふうな話は聞くんですが、しかしながらこの誕生の地はこの大沼公園、これはよく知られていることでございますんでね、まあそうなのかと、その程度の知識でまあよろしいかと思いますが、知っているとへーというふうに大沼をね訪れて誰か連れてくるときにまあなるかもしれませんね。私大沼公園を訪れるのはねもう、初めて訪れた時曇ってたんですけど、次に来た時によく見えましてね、まあ、そうそう何回も来てもしょうがないんですけど、それでも北海道を、まあ、人と旅行したりするときに、その場所をねじゃあ紹介しようということで、何度も何度も連れてきております。というのは大沼公園大変寄り道がしやすいんですね。本当にしやすい。だって駅から徒歩3分ですし、特急列車も止まりますからね。3分でね 5分ぐらいかかりますけど、あそこに遊覧船なども通っておりまして、あれでまた大沼を行くのも大変面白いようでございますけれども、まあでもここからね陸地でタダで見られる範囲でも十分でございます。大沼公園ってのはね、いいところで雰囲気も大変よろしくてね、私も高校2年の時にね、夏休みずっと旅行してたって言いましたけど、夏休みの宿題ここに持ってきてね、一日中ここのベンチで勉強してましたよ。でも飽きませんでした。風もね、涼しくて大変、ね、良い思い出でしたよ。なんだけど、まあ、やっぱりこの旅行はね、あちこち皆様にご紹介するということも、やはり目的の一つと言いますかね、まあ、私が楽しむことが一番大事なんですといつも言ってはいるけれど、まあ、そう言っても、いろいろとね、盛り込まなければ、皆さんも面白く感じないでしょうから、せっかくね、大沼まで来ましたけど、もう時間は大量に余っておりますので、別のこの辺り大変著名と言いますか、大変同じように美しい場所、しかしながら駅から、ね、少々遠いと言いますか、存在があまり認識されていないために、ほとんど無視されてしまっているような場所をご紹介しようかと思います。大沼公園から歩いて10分ぐらいのところでございますね。ここは、なんでこんなところにいるのかというと、ちょうど今貨物列車がやってきましたのでお見せいたしますが、ここは大沼公園の、公園からですね、大沼駅までただいま歩いているところでございます。先ほどの分岐点、あそこが大沼駅だというふうにご説明申し上げましたが、実は大沼公園駅と大沼駅の間はわずか 1.数キロほどでございますから、簡単に歩けることができてしまうわけです。 JR 北海道の中でも最も区間が短い、そのような場所の一つでございます。なぜ今こちらに貨物列車が通ったのかと申しますと、大沼駅からですね線路が2つ、これは坂道を回避するためだったわけでございます。つまり貨物列車のような重い列車を引っ張るためにはですね、あのような坂道を迂回する遠回りルートを作る必要がございました。そういうわけですから、下りの貨物列車は向こうの大沼公園駅を通過いたしますが、上りの貨物列車、つまり函館方面に向かう貨物列車に関しては、この線路を、ね、通るということになるわけでございます。大沼公園の駅前通りから歩いて約20分、もう大沼駅に到着しました。この駅の間に歩くのは北海道としては早い方でございますが、これからもう少しですね函館方面に、歩くことにいたします。といってもせいぜい10分程度でございますが、はい、到着しました。ここがね、小沼でございますね。先ほど列車からも通過するときにお見えになったかと思うんですが、これがね、この小沼、大沼と並んで、道南の美しい景勝地でございますが、近くの大沼駅からね、歩いて10分ほどかかりまして、また車を止めるようなスポットもなく、特別観光か観光地化もされておりませんので、なぜか、まあそんなにね、人気がない場所でございます。しかしここはね、本当に、だってこんな広々とした湖、小沼っていうけど、大沼より見た目は大きいですしね、こんな綺麗なものあんのになんか全然みんな見に来ないのもったいないなと、まあ、少しは思わなくもありません。でもね、こういう場所にいなければいけませんので、まあ、いても車はね、別に歩行者以上のスペースは取ってないんだから問題はないはずですけど、ちょっとこれやっぱ怖いですよね。それがね、まあ問題ですね。